あれ本物の人来てるやん。ターミネーターや。素人同士って言ってる。ごめんなさい、ごめんなさい。全然素人じゃなかったですね。まあ、ごめんなさい。違うです。申し訳ないです。朝倉美久さんに秒殺されて、まあ、秒殺されたからってもう終わったと思ってないから、もうやりたくてやりたくて仕方がない。おっす。ご飯。ご飯の相手だけいなかったっすね。いや、私小路先生とかなんか呼んでくるかな、なんか誰かと思ったら寂しい、寂しいですね。モハドラゴン選手は格闘技歴16年、そして K1 ウェルター級トーナメント準優勝という成績を誇る選手となっております。さすが格闘技歴が長いだけあってかなりリラックスされている様子が伺えます。モハンドラゴン選手に一言お伺いしたいと思います。実際に相手を見てどう思われますか？どうも思わないです。今回はやはり KO で仕留めますか？そりゃそうですよ、 MVP。 かしこまりました。今目の前にいらっしゃる対戦相手の方へ一言お願いします。お互い MVP 狙って頑張りましょう。おっす。はい、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。両コーナーの控室の様子を伝えてもらいました。さあ、この後モハンドラゴン対佐々木ヒロの一戦第11試合を迎えます。1年ちょっとぐらいですね、ハマりましたね。やり始めたら楽しいなって感じ。一回ハマったらもうのめり込んじゃうっていう性格なんで。狂気っぽいですかね。いなかったっすね。寂しい、寂しいですね。今日あの場でモハンさんに誰もやりたいっていう人がいなかったですよね。もうやっぱ迫力はありますよね。もう私のオファー来てない興行が日本でないじゃない。 K1 グローリー、もうディープからもオファー来ましたよ。ガードして後ろ下がったらダメ、うちの塾長の教えだから、その教えを守ってやってます。日本人にモハンの試合好きだから、でモハンもう好かれるともう答えたくなるんでしょ。入った。うわー、2人がついに桜の前蹴り。あら、入った。左奥ピンアッパー。桜さんやばいぐらい好きになったんだ。好きになりすぎて、まあ女の人みたいになっちゃったんだよ。まあどうなってもいいんで、僕は別に怪我しても死んでもいい。俺大好きや佐々木さん。佐々木さんもモハンのこと大好きだと思います。でも試合になったら関係ないです。それは仕事だから、仕事をしっかりしないと。まあ、僕も一応プロ戦先3戦ぐらいしてるんで、1分だし、しかも MMA グローブなんで、ちょっとチャンスあるんじゃないかなっていう。まあ、佐々木さんもね、ハードポンチャーだからね、どっちが当たった方が倒れる。佐々木さんやりましょう。ある意味も主催者側なんで、僕はつまんない試合はできないですね。そもそももう思いっきり殴って KO したいですけどね、はい、ファンフェアしてね、まあ朝倉さん喜んでもらえたら、次またブレイキングダウンメインイベント張れたらいいですね。第11試合ウェルター級ブレイキングダウンキックルール、 72kg 契約を行います。168cm、 70kg、 元マーシャルアーツ日本スーパーライト級王者、モハンドラゴン。こん
今日はどちらか、モハンドラゴンの頭として B ベット内で使用できるポイント10万円分が自身ドブル手付けだから後頭部の攻撃を積極的に。さあまずはミクルさん、この両者の一戦どんな部分注目されますか。状態のいや絶対激しい試合になるんで、もう最初から目を離さないと。カイさんはいかがでしょうか。いや殴り合いになります。絶対なりますね。一発で終わる可能性ありますからね。瞬殺の可能性も十分はらんでいます。佐々木ヒロか、それともモハンドラゴンか、一体本物の狂気はどちらになるでしょうか。さあ1分間のゴング。さあ中央で殴り合う、前足前蹴り、あっ通った、どうか、うん、滑ったでしょうか。ダメージはないようです。タイムストップです。さあモハンドラゴンのミドルが入っていきます。ただ前に出る、うわっと、アウト、ふらついているか、モハンドラゴン。いや、佐々木も相当パワーありますね。両者の声が混じり合う、モハンドラゴン前に出る。いやー、ヨーコさん、ここまでいかがでしょうか。すごいっすね。30秒です。しっかり、リクルさん、モハンドラゴンのダメージはどうですかね。いや、どうですかね、パンチあんま当たってない。当たってない、当たってませんか。あ、どう、いや、この迫力と圧力です。あと15秒、前、相当早くキックが入っています。さあ、あと10秒で、あっという間に10秒を切りました。モハンドラゴンか、それとも佐々木ヒロか。打撃を止めることはありません、佐々木ヒロです。ここで1分間終了しました。迫力です。ただいまより判定に入ります。さあ、判定決着です。モハン選手が蹴り入ったのが意外でしたね。ずっと蹴り続けましたね。打撃で行くかと思われましたが、モハンドラゴンは前蹴りを中心に佐々木ヒロの腹を狙っていきました。一方佐々木ヒロは両フック、腕を振り続けた1分間になりました。判定の結果を発表します。ジャッジ伊藤、赤モハン。まずはモハンドラゴンに入りました。ジャッジ橋本、青佐々木、並びます。ジャッジ横田、さあどうか、赤モハン、赤モハンドラゴンに入りました。以上2対1をもちまして、勝者モハンドラゴン。ホスモハンドラゴンです。MVP もらえるように、どっちが倒れるように試合しようとしたんですけど、いや、やっぱり厳しいですね。これじゃ MVP もらえないでしょう。毎回のように全然、まあ、佐々木さんありがとうございます。まあ、お互い大好き、大好き同士の戦いでした。本当はどっちか病院に行くような試合したいとお互い思ってたんだけど、できなかったです。まあ、試合ってこんなもんですね。いや、次絶対今日なるように、朝倉さん、アベマ TV さん、毎回のように、まあ、前座でもいいから本当はメインイベント張れるようにブレイキングダウン、次も参加したいと思ってます。よろしくお願いします。選手退場。 That's it for match 11。 大事なこと言うの忘れました、すいません。私友達2人で YouTube やってるので、モハンドラゴンチャンネル、支えてください。面白い動画いっぱいやるのでよろしくお願いします。それではモハンドラゴン選手の試合後インタビューを始めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。試合後の率直な感想を聞かせていただけますでしょうか。楽しかったです。ずっと待ってたブレイキングダウンに出場できて光栄です。今回の試合に向けて準備していた対策などはありますか。前蹴りね、前蹴りで試合しようという対策はしてたのかな。そうだね、そうだ、試合の内容は想定通りでしたか。想定通りだったの、ね、で私目に一発もらったから、それは想定してなかったけど、でも金網に相手がもう行く、それはなかったね。それは想定してたけど、勝利の喜びを誰に伝えたいですか。まあ、一番に家族でしょ。次回、誰と戦ってみたいとかありましたら、教えていただきたいです。あ、そうですね、はい、いい質問ですね。いや、誰でもいいです。朝倉さんが、アベマ TV さんがまたブレイディングダウンで選んでくれた相手、誰でもいいから盛り上がるような相手、楽しみに待ってます。また呼んでくれること。最後に試合を終えたばかりですが、今後の目標や展望を教えてください。まあ、目標ね、またブレイキングダウンにね、前座でもいい、本当はメインイベントがいいに、また呼んでもらえるように頑張りました。あと友達2人で
YouTube 頑張ってるんですよ。皆さんに喜んでもらえる動画届けたらいいなと思ってます。あとネパール のいろいろ教えれたらいいなと思ってます。さっきそれを忘れそうだったんでしょ危なかったね、YouTube のこと言うの。はい、じゃ以上でインタビュー終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。やろうよ、早くほらやろうよ、ちょっとほらちょっと待って待って待って、ほらほら、まずいきなり待って待って、こっちこっちだろっつってんだよ、おい何とこ座ってんだ、ボケ、おいで、表出ろよ、おじさんだから手出していいと思うんだよ。ちょ待って待って待て、おいちょ話して話して。お前はハイメ、ドラゴンを倒しに来た。俺がドラゴンを倒してブレイキングダウンの新しい顔になる。他の奴らの動画見たけど、なんかどいつもこいつも雑魚ばっかだから。チャンピオンのドラゴン一択でお願いします。プロですか？いや、プロじゃないです。格闘技の経験は？まあ、MMA とキックを少々だけど、このブレイキングダウンに出てちょっと俺は影響力が欲しい。俺は20代前半、いや半分だな、もう刑務所いたから人の痛みはよくわかる。だからブレイキングダウンの新しい顔になってやってくる自称アウトローとかヤンキーとか、そいつらにポジティブな影響を与えたい。だからもうモハンは交代だと思ってる。ぜひモハンとやらせてくれ。朝倉さん、はい、私戦い相手がいる。戦いたい相手いる。戦いたい相手がいる、はい、誰ですか？やろうかモハン。マサトも来ない、コウジも来ないよ、ここには。俺とやるか？ここで俺とやるしか仕事ないだろなあ。朝倉さん、健之介選手より強い選手ももう来ないのかな、ここ来ないなら、ぜひやらせてください。やろうよ。こっちにいる人たち見たか、慣れ合いしたくないんだよ。慣れ合いってなんですか？慣れ合いだよ、 YouTube のスパーリングの茶番の慣れ合い。茶番の慣れ合い？ああ、それ参加していきたいって自分言ってきたけど。何？自分前言ってこなかった。どこに？自分に、普通に俺に。え？茶番なんだ。お前とやってねえだろ、だから茶番。うん、だから一回やるか、ここで。おんだ、ほら。やるか？あ、ここで。ちょっと待ってください。おい。なあ。ここいいじゃん。いいよ、スパーリングやろう。スパーリングやるか。なあ。もう決まってんだよ、てめえ。決まってんだよ、てめえじゃなくて、やるか。お前誰でもいいんだろ、やってんだ。久保田さん。お前かも。久保田さん。プロなんだよ。誰がプロ？彼。プロは素人同士でダメですよ。そうだね、素人は。どう思いますか？雑魚相手も出身もしょうがないから。2人の試合は普通に面白そう。やるならプロ同士でしょ。YouTube の茶番じゃない。素人とはやらないですよ。ねえ。試合が、健之介さんとモハンさんですかね。さっきの2人がスパーリングした結果を見て、もう考えないといけないですね。2人ともモハンとやりたいって言ってるから。うん。逃げんなよ。でかいでかい。おいしょ。でかいでかい。おいしょ。強かった。行くなの。新しい顔に。体重何キロ？お前体重体重言ってんじゃねえよ。お前こっちはわざわざ栃木県から来てんだぞ。お前ってやりバカ野郎。体重ちょっとぐらいちょっとぐらい合わせてよ。お前ツイッターで絡んできてよ。75キロと今60キロだよ。何？やろうよ俺と。いつまで逃げてんの？やりたいよ。逃げて、やろうよ。逃げてないよ。やるんだ。体重ちょっとだけ下げるよ。じゃあ頑張って。オッケー、モハンやらせてくれ。やろう。じゃあどっちかとやらせてください。体重合う方でお願いします。もう、雑魚同士勝手にやってるから。帰ろう。ピターズ。はい、モハン選手、お久しぶりです。お久しぶりです。かなり体すごいんですけど、トレーニングされました？しまってます。はい、2度目なんですけども、前回とはちょっとパワーアップした何かトレーニング、ちょっと
ありましたか？秘密です。あ、秘密じゃあ明日のちょっとあの作戦とかも全部秘密。それはもちろん。はい、ちょっとやばいよ。やばいですか？ちょっと今回ちょっと相手の選手もプロなんですけども、何かちょっと KO で仕留める以外の作戦とか、とりあえず立ち技でやるか寝技でやるかとかは。寝技はルールはキックだから寝技ルールはないです。あ、うちの。じゃあ今回はちょっと相手選手ちょっと一言お願いしたいんですけども、ケンスケ選手、ケンスケ選手、あなたもアスクラミクルさんにぶっ飛ばされた人、モハンも秒殺された人、こんな目に見えてないぞ、盛り上げないと、下がっちゃダメだよ、私下がりません。はい、以上です。はい、以上になりました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？持ってあります、いりますか？意気込み。あ、意気込みですか？じゃあもらえれば秒殺します。はい、ありがとうございます。あ、まだよろしい。じゃあ最後に、はい、そうですね、最後にじゃあ今回モハン選手2回目なんですけども、これを勝利してからもう一度出ようとは考えてますか？それもちろん。あ、もう負けたらもう緊張はないんですよ。ただ負けたら次出場なし、メニブンなんかいつでも入れない、そういう心配はあってめちゃくちゃ練習してます。で、まあ勝ってからですね。今言うのはちょっと勝ってから言いますよ。わかりました、それでは最後にちょファンの方へも一言お願いいたします。皆さんぜひモハンの試合楽しみにしてください、BPD 勝って見てください。1分間楽しませます。いや、1分あの楽しませれないかもしれない。いや、あ、秒殺感じがあるので、ね、はいはい、30秒しか楽しめれないかもしれないけど申し訳ないです、本当は1分楽しめさせたいと思ってるんですけど、目に見えたから30秒かな、あんまり瞬きしないように言いたいですね。はい、わかりました。それではちょっと以上になるんですけど、はい、以上です。はい、それでは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。朝倉さん、はい、私戦い相手がいる。戦いたい相手いる。戦いたい相手がいる、はい、誰ですか？やろうか、モハン。今まで16年間試合してきて面白くない試合は一つもないんです。倒すか倒されるか、一歩も後ろ下がらない、リングの上に上がったら、この16年間ずっとそれを守ってきました。ベリンドン盛り上げたいから来たんで、ケノスケぶっ飛ばします。モハン、どっちが強いか当日決めようぜ。こっちは秒殺します。いや、向こうもチャンピオン、こっちもチャンピオン、かなり盛り上がれてるでしょ。自分をプロって言ってるんだったら、しっかりあのプロとしての仕事をしてほしい。この前のブレイキングダウンのオーディションでも体重何キロ体重何キロみたいな、めちゃくちゃ体重ばっかり気にしてんなこのおっさんはと思って。体重何キロ？お前体重言ってんじゃねえよ、お前こっちはわざわざ栃木県から来てんだぞ、お前ってやり。バカ野郎。ちょっとぐらい合わせて。プロだから体重合わないとやっちゃダメって、あの、塾長の教えがあって。しっかり体重落としてやります。当日見とけよ。予想したいと思います。秒殺、ケノスケ秒殺。自らをミスターブレイキングダウンと言われておりましたが、同様にケノスケ選手も自らをミスターブレイキングダウンと発言されていました。どちらが真のミスターブレイキングダウンにふさわしいのか、今夜ついに決着がつきますね。意気込みを教えてください。今夜決着がつきます。誰がミスターブレイキングダウン、ぶっ飛ばします。はい、
はい、今大会も日本中から注目されているブレイキングダウン5ですが、そのメインマッチに選ばれた心境はいかがでしょうか。またどんなメインマッチにしたいなどありますか。モハンらしい試合すればメインイベント、ブレイキングダウンのメインイベントなるでしょう。絶対に、はい、絶対に勝ちたいということでしょうか。あ、絶対にメインイベントの試合はなります。メインイベントの、はい、メインイベントにというのは分かりますよね。分かります。すみません、分かります。はい、ありがとうございます。素敵なメインマッチを期待しています。おっす、はい、おっす。こちらからは以上です。ありがとうございました。 Could be stronger モハンドラゴン。168cm 70.35kg ネパールの怪人モハンドラゴン。まだ成り上がりたい45歳の挑戦モハンドラゴン。レフリー永瀬。レジェンドの激突、はい、最後の60秒です。蹴りから入った両者捕まえたか。圭之介左パワーありますモハンドラゴンです。さあ、みくるさんはどう予想されますか。お互い一発で倒せるんで、目を離せないですね。最初の20秒間が経過しました。ユーゴさんはどう予想されますか。予想できないですよね。2人とも、まあ、さっきの試合と違って本当もうプロの中のプロなんで、どうなることやる。さあ、鉛のような緊張感、この静寂がまた緊張感を高めていきます。ブレイキングダウン5メインイベント、モハンドラゴンか圭之介か。さあ、レジェンドの激突、あと40秒で、ロー身が振り下ろしたのは圭之介。距離を取る前蹴り、モハンも入ってきた。さあ、あと30秒切る、右圭之介の右、モハンも右を振る、右もう一つ。レスキーは圭之介も狙っているか。一撃必殺、あとどうか。さあ、あと10秒切ります。追いかけてはモハンドラゴン、当てていく圭之介、ちょっと下がったモハンドラゴン、左のミスターブレイキングダウンの称号はさあどちらが掴み取るんでしょうか。判定に入ります。パンチャンリナー、さあどうか。青圭之介、青に入りました。ジャッジヤーマン、青圭之介。4人目も圭之介、オーディエンス青圭之介。オーディエンス、お疲れ様です。お疲れ様、はい、まず試合が終わって率直に今のお気持ちお聞かせください。悔しいです。悔しいです、はい、悔しいです。そうですね、倒されてみな、まあ、なんか悔しいです。自分の仕事ちょっとできなかったよね。始まる前に終わったような気がして、メインイベント申し訳ない。本当にブレイキングダウン、いや、タイトルマッチらしいすごい熱い試合だったかなと思います。本当ですか、はい、でも私それ信じられないんだよね。思い残すことがあるということで、また次戦のことなど考えていたりしますか。いや、モハン次戦、まあ、モハンのもうブレイキングダウンレギュラーで第1試合でもいい、本当は勝って朝倉さんに、朝倉さんのチャンネルで第1試合第2試合生放送するから、私の日本にいるネパール人たち、あの10万人いるんですよ。みんな見てるんですよ、朝倉さんのチャンネル、ただで見れるし、みんな PBB そういう登録とかできないから、朝倉さんに勝ってお願いしようと言ってたの、何も言えないです。はい、いろんな方にこれからもご自身の姿を見せていきたいということなんですけど、どんな姿を見せていきたいか思い描いているものはありますか。いや、今まで16年間やってきたモハンの試合、みんな日本人の楽しみしてるから、はい、その試合をブレイキングダウンで見せたいって言って私来たんですよ。1分間の私に敵なしと思ってて、ちょっといろいろ技術が身について
悔しいです。今回の自分の中で見つけられた課題など具体的にあったりしましたか？それが悔しいですね。そうですね。もうここが足りなかったとか、ここを改善して強くなっていきたいみたいな具体的な部分ってありますか？ちょっとモハンにとって試合始まる前に、試合始まって試合やる前に終わったような 気持ちなんですよ。すごい悔しい。わかりました。ただ今まで負けても悔しいことはなかったかもしれない。今回が一番悔しい。悔しいです。なんか、はい、まあ、次見せます。はい、わかりました。ということで、次戦も皆さん楽しみにしていてください。最後に応援してくださっている皆様にカメラに向かって一言お願いします。皆さん今回本当にごめんなさい。次モハンらしい試合見せます。わかりました。ありがとうございます。期待してください。すいません。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。モハン、お疲れ様です。いや、アグレッシャーがモハン出す前に終わったような感じ。出させてくれなかったんだね、ケノスケ選手が。うまかったですね。うまかったんだろう、はい、悔しいですそれ、はい、会社に褒められ、褒めてもらえなかったから悔しいです。いや、悔しがってる、落ち込んでるモハンは見たくないです。そう、いや、次に向かってる姿を見たいです。そうそう、はい、いや、今言ってるだけでしょ、ちょっと恥ずかしいから、はい、本当心の中にはないんですよ。知名度あって強い選手とやりたいんで、一番やりたいのはモハンドラゴン選手。モハン選手も前回も前々回も試合で滑ってるんで、もうでかいことばっかり言って、まあ、おもんない試合して、まあ、正面見てても全然なんかつまらないんで、まあ、僕と殴り合いしたら面白いと思うんで、俺とやろうや。そんなにやりたいのか、私。やりたい。ここでやるか。もう全然いいよ。いいね。うん、ぶっ飛ばしやろう。今やってもらっていいですか。あ、いいですよ。はい、じゃあ彼が勝ったら彼がひな壇に変わります。大丈夫ですか。あ、大丈夫でしょ。はい、じゃあ準備してもらって。はい、ありがとうございます。先抜けちゃっていいですか。やられたこと僕やりますから、ね、相手の教えます この試合はあれですね、ひな壇の奪い合いですね。交代ということで、これからのオーディションで選んでください。はい、リクチューブの小倉です、ブレイキングダウン5でも勝利者マイクでもアピールしたように、今日はモハンドラゴンに喧嘩売りに来ました。あれ、モハンは俺が倒してもうたわ。はちょ、何してくれてんねん、ほんま。ちょ、運営の皆さん、モハン多分試合できると思ってます、僕は。なので僕と試合させてください。モハンさっき KO 負けしたんで、はい、多分ドクター的な問題で KO 負けすると分かるじゃないですか。そうですね。確か3ヶ月できないんで試合ってなるともうできないです。だから勝った相手にやっとくっていうのは面白そうですけど、ね、あれ正直自分ブレイキングダウン4、5、もうモハンのためだけにアピールしてきてここまでやってきました。トシソと戦ったのもモハンにアピールするためなんですよ。なんでそれできないんだったらもう僕はもうやらなくてもいいかなと思ってます。ありがとうございました。じゃあ次、ナイスショー。モハンどうした、どうしたモハン。モハン、モハン
どうした元気ないよ、硬いよ。硬かった。硬いよ。まだチャンスある。全然。おっす。まだ、まだある。まだチャンスある。おっす。待て！あ、ちょ、話して！話して！うわっと、ここです。ここです。ここです。